平成天皇、平成天皇、七百七十四年九月二十五日、放紀五年八月十五日、八百二十四年八月五日、天長元年七月七日は、日本の第五十一代天皇、在位、八百六年四月九日、延暦十五年三月十七日、八百九年五月十八日、大同四年四月一日。意味名はおどの、お手のちにあて、あて。漢武天皇の第一王子。母は皇后、藤原の乙とむろ。母帝に佐賀天皇。 来歴延暦4年785年11月25日、お父の沢良親王に代わり立体視する。 しかし病弱だった上に父との関係も微妙であり、日本後期によれば、延暦12年、793年、二等宮坊立脇とねりが殺害された事件の背景に皇太子がいたと噂されたことや、同24年、805年、に一時渋滞であった天皇が一時的に回復したために皇太子に対して三代を命じたのにも関かかわらず三代せず、藤原を継ぐに催促されてようやく三代したことなどが記されている。 また皇太子時代より妃の母で夫のある藤原の楠子を長愛して終分を招き、父より楠子の追放を命じられた上に楠子の夫の藤原忠主を東宮大夫につけられている。こうした行きが即位後の平成天皇による官武天皇の政策の見直しへと反映されたと言われている。延暦25年、806年、3月17日に父三角が崩御すると同日戦争。改元して大道元年5月18日即位。 これ以降即位に先立って戦争を行いその後に即位式を行うことが制度化したと考えられている。クスコを内視として手元に戻す一方、クスコの夫である藤原の忠主を受賛美に昇進させた財措置として九州に赴任させた。即位当初は政治に意欲的に取り組み、官司の統廃合や年中行事の停止、中、下級官人の待遇改善など政治、経済の立て直しを行い、民力休養に努めた。 一方で、クスコとその兄の藤原中成が宮中で対等し、兄弟が藤原の種継の子でもあったため、食日本儀から削除した種継の暗殺事件の記述を復活させた。大同4年809年4月1日、病気のため在位わずか3年で皇太帝の上野親皇、佐賀天皇に上位して上皇となり、佐賀天皇は平成天皇の子の高岡親皇を皇太子に立てた。同年12月、平城上皇は旧都である平城京に移り住んだ。 上位にも反対していた中なり、クスコ兄弟の強い要請を入れ、大道5年、810年、9月6日、平安京より先とすべからずとの官武天皇の御事のりを破って平安京にいる貴族たちに平城京への先都の御事のりを出し政権の掌握を図った。しかし佐賀天皇側に帰戦を制され、10日には佐賀天皇がクスコの官位を剥奪。 平城上皇側はこれに応じて翌11日に挙兵し、クスコと共に東国に入ろうとしたが、坂の上の田村マロらに遮られて断念、翌日平城京に戻った。平城上皇は直ちに反りかみして仏門に入り、クスコは服毒自殺した。高岡親王は皇太子を廃され、大友の親王、五の純な天皇が建てられた、クスコの変。 その後も平城上皇は平城京に滞在していたが、打城天皇の称号はそのままとされ、佐賀天皇の長勤行行も受けている。また打罪言の措置に移された阿保神皇、敗退したかだけ神皇の二人の王子にも獅子な神皇の民意を許されるなど、相応の待遇は保障されていたことが示唆されている。